でしょ。みんな見るの。何か気持ち悪いものが空に浮かんでるの。なんなの急に。怖いことも言わないでよ。お姉ちゃん苦手なものが多いよね。繊細なんだからかわいい。一体何だと言うんじゃ。あの無邪気な都がこのように怯えるとは。あれは一体何じゃ。人間の形をしておるようじゃが、まがまがしい気配を漂わせておる。お主何者じゃ。高いところから見下ろすでない。不愉快じゃ。わらわを誰と心得る。夜は滑るもの、伝説の吸血鬼イリア・オーンスタインね。単にそう自称してるだけの残念な子かと思ってたけど、意外や意外、とっても美味しそうね。あなたが本物なのか偽物なのかはどうでもいいわ。その肉体に秘められた膨大な魔力に私は用がある。町の連中は逃げちゃったみたいだけど、まあ雑魚についてはどうでもいいわ。愛と正義のため、みんなを守るために町で戦っている連中がいる。そういう連中の方が食い出がある。私にとっては得がたい餌になる。それに甘っちょろい綺麗事を振りかざす連中を踏みにじってむさぼり食ってやるのは快感でしょうしね。吸血鬼イリアおよびその仲間たち、ディアボロスだってかしら。ご大層な名前よね。まずはあなたたちから食べて吸収してあげる。私の夢の願いの生贄になりなさい。いかん、ものすごい殺気じゃ。それに何じゃこの途方もない量と密度の魔力は。みんな逃げよう。やつはわらわを名指しにしておる。狙いはわらわじゃ。わらわが気を引いておるうちにお主らは逃げ。ことよ、あいつは何なの一体。残念、どこにも逃げられないのよあなたたちは。私もね、この閉鎖され壊れた世界で血で血を洗う惨めなゲームを繰り広げるしかない。暇つぶしにしかならないけれど、せいぜい楽しみましょう。攻撃魔法でも放てば我らは防ぎきれぬ。おそらく跡形も残らぬじゃろう。悔しい。わらわがいつでも本来の姿に戻れるならば、何の罪もないこの子らをわらわに同情し愛して寄り添ってくれた仲間たちを守れたかもしれぬのに。これは元に戻れた。あ、すごい。イリアさん、お兄ちゃんがいないのに変身を。ガジバのバカ力というやつじゃな。どうじゃ、わらわはやるときはやるタイプの吸血鬼じゃぞ。リーダーにふさわしいじゃろ。イリアさんが変身するきっかけが何か不思議だったんですけど、あの人に触れられたり私たちを守りたいと思ったりした時に本来の姿を取り戻すようなので。つまりそれは愛の力ってことだね。皆の衆、ごちゃごちゃ喋っておらんで、わらわの後ろに隠れるがよい。
魔法で結界を張る。ひれ伏すがよい。名乗りもせずに乙女に声をかける両替者め。死んで生まれ変わり、来世で礼儀作法を学ぶがよいわ。ああ、ずいぶん自信過剰ね。たかがプレイヤーがゲームの運営者と対等だけど、というか偉そうなのよあなた。何様のつもりなのかしらね。調子に乗ったことをきっと後悔させてあげるわ。あなたこそ死んで生まれ変わり、来世でも何者にもなれずにくすぶってなさい。以上の破壊力じゃ、直撃すれば結界などたやすく消し飛ばされる。ならば攻撃魔法をぶつけて軌道をそらす。イリアさん、その判断は正解でしょうけど、避難民が逃げていった方向に攻撃魔法が行かないよう注意してください。無論わきまえておる。あやつ破壊されそうな建物の中で逃げ遅れた者がおらぬように祈るしかない。この状況で他人の心配をするなんて余裕ね。物足りないみたいだから、もっと魔法の威力を強くしてあげる。支配するこの世界をめちゃくちゃに破壊するでない。わらわは不死身の吸血鬼じゃ。この程度の魔法で倒せると思うでないぞ。まだ安心しちゃダメよ。先を見据えて布石は打たないと。ミヤコ、あやつ、いつの間に。あなた、お化けなんだっけ。ミヤコ、どうするつもりなの。料理する手間が省けて助かるわ。悪いのは私よ。私は所詮主人公として認められなかった悪役。でもそんな私を止められないあなたたちも悪いのよ。都を消さないでなの。都はみんなと成仏するまで仲良く暮らすの。残念ね。それは叶わないわ。この世界で願いを叶えられるのは一人だけ。残酷だって思うわよね。ミヤコちゃんから離れてよ。こんな、邪魔しないでくれる。安心して、あなたたちも後で食べてあげるから。
女の乱暴狼藉は許さぬぞ。あら、許さないって？いいわよ、文句があるならかかってきなさい。このゲームは願いを叶える権利の奪い合いよ。弱肉強食ってこと。欲しいものがあるなら私のようにこうして他者から奪うしかないのに、あなたたちはそんな我らの本懐も忘れて、慣れ合いながらぬるま湯のような日常に溺れるだけ。そんなあなたたちと私、どっちがこの世界における正義だと思う？私よ。だからこそこの世界の神様はどれだけ祈っても私を止めない。あなたたちの大事な仲間を消し潰そうとしてる極悪人なのにね。おっと、ひどいことをするわね。腕がちぎれるかと思ったわ。ダメね、反応もできないなんて。私ったらまだ寝ぼけてるのかしら。みやこさん、大丈夫ですか？返事をしてください。しのぶ、いけません。生命力を、つまりみやこさんの存在そのものを大量に吸収されてしまったようです。放置すればみやこさんは自然消滅してしまう。ただでさえ不安定なお化けなのですから。でも大事な私たちの仲間ですから、絶対に助けます。まだお別れはしたくないですから。イリアさん、ユリさんとアカリさんも動けますか？敵は非常に危険な存在です。光線を避けて撤退しましょう。うむ、それは良さそうじゃの。あのような知れ者の相手なのに知られんまい。了解。アカリ、立てる？大丈夫。頭ぶつけちゃってクラクラするよ。バカね、逃がすと思ってるの？この…笑わせないで。その程度の出力じゃ私に傷もつけられないわよ。ネクラマシくらいにはなるわい。今じゃ、わらわがこやつを引きつけておるうちに逃げよ。誰かがおとりにならねば到底こやつからは逃げきれぬ。でもイリアさんを置いてけないわよ。いいんじゃ、優しい子たちよ。こういうのは年長者の仕事じゃからな。ありがとうな。お主らに見つけられて寝床から引きずり出されて以来、最初のうちは頭を抱えることも多かったが、毎日毎日大変有意義で楽しかった。わらわの長い人生においても特筆すべき輝かしい日々じゃったよ。けれど何事にも終わりはある。残念ながらお別れじゃ。無事に生き延びてどうかわらわのことをお主らの子供や孫に語り継いでおくれ。世を滑るも吸血鬼イリア・オンスタイン、愛おしい物語を覚えていておくれ。あら、本当に死ぬ気ね。面倒だわ、ちょっと手こずるぞ。ここより先は通さんぞ。カイザーインサイトよ。必死の形相で吠えながら放つ魔法は時間稼ぎと足止め目的ばかり。もっと格好をつけてもらいたいものね。
数奇が失せてしまうから。ほら、もっと防御にも気を配りなさいな、吸血鬼。得意なのは攻撃ばかりなの。外見通りの半端者ね。こっちも時間と魔力をやりくりしているの。予想より簡単に倒れられたら、魔力を無駄遣いしちゃったみたいじゃないのねえ。そんなところにいたら何が飛んでくるかわからないわよ。例えば私の攻撃の流れ弾とかがね。させぬわ、知れ者め。あら、まだ周りをかばうだけの余力があったの。なかなか余裕そうじゃない。余裕もこれっぽっちもないわい。じゃがな、あの子らを守りきれんかったら、ここで踏ん張っとる意味がないだけじゃ。はあ、煩わしいこと。あなたがどれだけ歯を食いしばっても私を阻むことなどできやしないのに。誰もかも口先ばかりですぐにうろたえて、大いなる力の前には何一つできない無能者ばかり。まったく、鬼人にひざまずくことくらい覚えなさいな。そんな、共に世界を征服するという約束、イリアさん！戻らないで、アカリさん、ヨリさん、イリアさんの言いつけを破っちゃ。でもでも、イリアさんを一人ぼっちにはできないよ。うん、どうせ助からないなら、私たち最後までイリアさんと一緒にいたいもん。そうよ、逃げ場なんてないってやっと分かったみたいね。みんなみんな私の中で私の力にしてあげる。さあ、その命を捧げなさい。悪くないわね、あなたたちの命の味。そこまでですよ、カイザーインサイト。私の国でこれ以上の悪さは許しません。あら、お姫様、いつも間が悪い。うん、空気が読めないわね。はい、お姫様ですからね。ちなみに駆けつけたのは私だけじゃありませんよ。こっちで誰かが暴れてるのに気づいて、ラジラジさんが空間跳躍で私たちを運んでくれました。はい、空間跳躍には人数制限があるので全員は運べませんでしたが、普通に他の皆さんも走って急行していますので、そのうち到着するでしょう。
多勢に無勢です。諦めて投降していただけると助かります。本気で言ってる？やっぱりあなたは変わったわね、ラジニカーント。以前は戦闘の天才で闘争心の塊だったのに。いいわ、王家の装備がないと何もできないハリボテのお姫様と惨めなセブンクラウンズの慣れの果て、他に誰が駆けつけてくれたわけ？この状況をひっくり返せる存在なんて思いつかないけど、無理に生命力をかき集めて復活した私と違って、アキラはまだ昏睡状態なんだろうし。ふふん、それは当然、頼れる私たちの救世主、この人です。勇ましいわね、拍手してあげる。やっぱりあなたは主人公ね。お主、来てくれたんじゃな。お願いします、あなたの能力で美也子さんを強化してください。この子は先ほど生命力を吸い取られて存在が消えかかっているんです。ちょっとだけ元気が戻ってきたの。よかったの、美也子本当に消えちゃいそうで怖かったの。その子に何をしたんですか、カイザーインサイト。生命力を吸う？先ほど聞きましたけど、洗脳魔法装置とやらを用いてネネコさんからも同じように生命力を奪っていたようですね。一体何のために？いいわ、メイドの土産に教えてあげましょうか。ああ、我ながら悪役そのものね。でもゆっくりおしゃべりしていたら、あなたたちのお友達がたくさん集まってくるはずよね。あなたはいつもそう、人に愛されて人を集めてしまう物語の中心、主人公だからね。そうして集まってきた連中を全員私がむさぼり食って吸収する。わざわざお店まで足を運ばなくても出前をしてくれるって言うんだから、ありがたい話よね。その代金としてある程度は疑問を解消させてあげる。ずいぶん余裕ですね、仲間が集まってきたら。あなたなんかイチコロですよ。そう思う？まあいいから聞きなさいよ。真実を知って絶望しがっくり落胆するあなたたちの顔が見たいわ。まずはそうね、私が他者から生命力を奪っていた理由について語りましょう。まず第一に、以前大量破壊魔法を打った際にアキラ、ラビリスタと相打ちのような形になって、私は昏睡状態になっちゃったから、目覚めるために莫大なエネルギーが必要だったの。万が一私がドジって意識不明になったり死にかけたりしても復活できるように、あらかじめ段取りをつけていたのよね。主に深く洗脳していたキャルなどに事前に命令をしておいて、私を復活させるために命がけで行動をさせていたの。本来大量破壊魔法を放った程度じゃ気絶すらしないはずだったんだけど、あの時ラビルスタも同時にこっちに攻撃を仕掛けてきていてね、あいつが放った魔法を食らって私は精神に致命的なダメージを負ったの。おかげでしばらく眠り姫よ。まあ厄介なラビリスタを相打ちにして行動不能にできたのは幸いだったけど、
でもね、生命力を他者から奪いかき集める仕組みは単なる万が一の備えではなかったわ。それは副産物というか、ついでに設定した機能の一つね。私は私の願いを叶えるために大量の生命力を必要としているの。だからあらゆる方法でそれを集めてる。シャドウも私が生命力を得るために設置した仕掛けの一つ。最初は偶然自然発生したシャドウだけど、私はそれを捕獲し解析し仕組みを把握して、自ら好きなだけそれを生み出せるようになったわ。シャドウ？あれは一体何なんですか？この壊れた世界に必然的に生じたバグよ。私は意図的にそれを増やしたの。この世界の生きる者たちの中には生命力の塊が存在している。便宜上魂と呼びましょうか。豊富な生命力の結晶である魂を人間の肉体から抜くとシャドウに変じるのよ。ちなみに残された抜け殻の肉体はそのうち自然消滅するわ。肉体を維持する生命力が、魂がなくなったんだからね、この世界にとどまれずに消えてしまう。そういう風に人間が消える現象はロストと呼ばれているわね。ロストにシャドウ、最近街を騒がしていた怪現象ですね。それらは全部あなたの仕業だったんですか？厳密にはそうじゃないけど、その異変を加速させていたのは私ね。この世に存在する全ての不幸や悲劇が一人の悪人の仕業だったって考えた方が分かりやすいでしょ、あなたたちには。どうもあれ、何かの拍子で肉体から離れた魂がシャドウになる。厳密には魂のかけら、記憶などの断片ぐらいでも十分だけど、それは膨大な生命力の結晶よ。私はそれらを見つけ次第保護し増殖させたわ。そしてシャドウを操る方法も編み出したの。シャドウってほとんど自我もなくて魔力の影響も受けやすいから操りやすいのよね。シャドウや魔物を操る能力を与えたキャルに命じて、操る技術を高めるための実験もさせていたしね。まあ、あの子はあんまり役に立たなかったけど。何にせよ、私が望み、号令をすれば、シャドウは操作できる。蓄えた生命力を私に献上させるために、私の元に集まってこさせることもできるってことよ。さっき、シャドウから返じた黒いヘドロのようなものが本流と化して、王宮をめがけて集まってきたでしょ？あれはそういうことよ。集まったシャドウなどから生命力を吸い上げて、私は復活し、私の願いを叶えるための力を得たわ。全てはそのための布石だったの。でもね、まだ足りないわ。こんな程度じゃ全然ダメ。しばらく昏睡させられてたせいでシャドウをあまり増殖させられなかったしね。こうなったら仕方ないわ。なりふり構わずに生命力をかき集める。もう猶予はないのよ。のんびり眠りこけているうちに時間切れ。もううんざりなの、この果てしない繰り返しには。繰り返し？何のことですか？ふん、そこまではたどり着いてないのね、あなたたちも。あのラビリスタや、なぜかたまたま記憶の大部分を保護できているノエム、そして
あなたたちに助言をしているらしい、フィオ。つまり、アメスなども認識できていない高次元に繰り返しの原因があるのかしら。もしかしたら全部私の妄想、勘違いなのかしらね。はあ、そうだったらよかったのに。どうもあなたたちのお友達が駆けつけてきたみたいだし、おしゃべりはこの辺にしておくわ。本当はもっと深い大事な話もしたかったのだけど、さっきも言ったけど時間切れね。よくわかりません。シャドウがどういう存在なのかはなんとなく理解しましたけど、あなたの目的が見えません。カイザーインサイト、そんな風に生命力をかき集めているのは何のためですか？一体何がしたいんですか？あなたは何を願っているんですか？それを聞いてどうするの？民の願いを叶えるのが王侯貴族の自分の役目だからって、私の手助けをしてくれるのかしら、お姫様。いいえ、あなたは一度私から全てを奪いました。憎たらしい相手です。もちろんその結果流浪の身になったおかげで大事なものもたくさん得られましたけど、あなたは許せませんし肯定できません。でも互いに憎み合い否定し合うだけでは悲しいですから、せめてもっと話を聞いてあなたのことを理解したいです。あなたが単なる憎たらしい敵で悪党だったって思い込んだまま切り捨てて忘れたくありません。そういう風に否定されて忘れられてしまうことがどれだけ悲しいかって私知っていますから。それにあなたも必死に生きている一人の人間ですし、多分ケルちゃんの大事な人ですから、大事に思ってくれてる人がたった一人でもいる限り、その人生は物語は忘れ去られていいわけがありません。ご立派ね。お優しいわね、お姫様。あなたがいつその綺麗事を撤回するか楽しみだわ。いざその時が来たら大声で笑ってあげるわよ。私の話ちゃんと理解できてなかったのかしらね。生命力の保管庫であるシャドウを作る方法、今節丁寧に説明してあげたでしょ。人間の肉体から魂を抜くの。抜け殻はロストし、抜かれた魂はシャドウになる。魂を抜くのに最も効率がいい方法がなんだかわかる？いけません。周囲に多数の魔力を検知、我らは魔物の大群に取り囲まれています。気づくのが遅いわよ。私が単に親切心から物語の安っぽい悪党みたいにペラペラ己の悪行を自白していたと思ったの？プリンセスナイトの力を与えたキャルに実験させ、仕組みを解析して、私は自分でも魔物を自在に操れるようになったわ。再構築される前には魔物使いなんて職業があったぐらいだしね。確かオクトーがそう呼ばれる専門家だったかしら。技術さえ習得すれば誰でも魔物が操れる。そして私はランドソルの町を埋め尽くすほど大量の魔物を操り呼び寄せたわ。あなたたちがお友達を全員集めて必死に戦ってもどうにもならない数よ。ある程度は抵抗できてもいずれ力尽きてみんな踏み潰されるわ。そうして肉体を破壊し、あるいは殺せば魂は体から分離される。死ねば魂は肉体を離れるのよ。わかりやすいでしょ。
現実ではどうか知らないけど、この世界ではそうなるの。そしてそのようにして肉体から離れた魂は私がシャドウにできる。さらにさっきも言った通り、シャドウは私にとっては生命力の保管庫。美味しく食べられる極上の餌なのよ。あなたたちは全員そうやって料理されて私の食卓に並ぶの。素晴らしいでしょう。ねえお姫様、あなたのギルドは美食でって言うんだっけ。食べ歩きが目的なのよね。だったらわかるでしょう、私が今どれだけウキウキしているか。本当にバカで間抜けよね、あなたたちって。カモがネギを背負ってくるとはこのことよ。あなたたちは望んで料理され、食べられるために集まってくれたってわけ。さあ、楽しい楽しいランチタイムの始まりよ。いただきます。あなたたちを皆殺しにして、魂を抜いてシャドウにして、私はそれらをすべて胃袋に収める。運命を変え、望む物語を描くために、私の願いを叶えるために。計測不能なほどの数の魔物の大群が出現。襲ってきます。対応しなくては。くっ、こちらはもう限界者というのに。せめて退路を確保できれば。ダメです、全方位強調が出ています。どこにも逃げ場がありません。どうするの、私たちこれでおしまい。あかり、せめてあんただけは守るからね。珍しくお姉ちゃんの方から抱きしめてきた。なんか動揺しちゃう。でも一緒に生まれてきたんだもん、死ぬ時も一緒だよお姉ちゃん。大丈夫なの、死んでも生きられるの、ミヤコみたいに。ミヤコさんはかなり例外的な存在なんですけど、けれどまあ、みんなでお化けになって漂うのも楽しそうではありますね。あ、今のも冗談です。当然ここで死ぬつもりはありませんから。うちのマナ娘、冗談が分かりづれ。意外と余裕があるわね。でもすぐに全員二度と笑えなくなるわ。どりゃ、大丈夫か、ラジラジの旦那たち。援護に来たぜ。よしよし、さすが大吾、ものすごい突破力。うん、後で頭ぐらい撫でてやろう。我らは坊やの後ろからアホみたいについていくだけでよかったし、楽なものだな。お友達が到着したみたいね。皆様、ご無事でございますか。コッコロちゃん、みんなも急いでこっちに来てください。ちょっと尋常じゃない魔物の数です。あの人に強化してもらってください。いらねえ、俺は天然純度 100%、 親からもらった鍛え上げた肉体だけでどんな敵にも勝ってみせる。それが金塊への意地ってやつだ。ギャッハハハハ。そもそも同じプリンセスナイトのはずの大吾にあいつの力が効くのかな。その辺の設定どんな風に解釈されてるんだろう。おいノエム、ごちゃごちゃ言ってねえで身構えろよ。周りが魔物で埋め尽くされてんぞ。どこから攻撃が飛んでくるかわからねえからな。呆れるわ、
わざわざ殺されるために集まっちゃって物好きね。あなたたちが魔物の包囲の中に入ってきやすくするために誘導してあげたのがわからない？押しつぶしてあげるわ。絶望しなさい。戦争は勝つよ。なるほど、勉強になる。でもちょっと私たちを侮りすぎだぞ。確かに戦争は数かもな。だったらこっちも数を揃えればいい。どういうことよ。あなたはバカなんだから、せめて他人にも理解しやすいように喋る努力をしなさいよ。前世で口を酸っぱくしてそう言ったでしょ。おう、私はバカだ。でもそう思って諦めちゃうのはもっとバカだ。だから必死に勉強して考えてみんなに大事なことを伝える。そしていつか必ず平和な日常を取り戻す。お前みたいな悪い奴らの企てを阻止して優しいいい奴らが笑顔で暮らせる世界を作ってやる。子供のザレ言ね。あら、クリスティーナ、今日が年貢の納め時ってやつさ。あんたが傷つけたビーストたちにごめんなさいって謝るさ。なんでこらクリスティーナ、逃げんじゃねえぞ。こっちはとっくに火ついてんだよ。目の前にうまそうな肉を置いといていつまでも待てをさせるんじゃねえ。まことちゃん落ち着いて。なんかちょっと様子が変だよ。周りは魔物だらけだし。あなた草のゆいちゃん？どうしてあなたも私を草のゆいって呼ぶの？ああ、気にしないで。あなたにはあまり関係ない話だから。願ったり叶ったりだわ。いい子ね、ノエム。相変わらず役に立つ。私のためにわざわざごちそうを用意してくれたの？どういうことだ？カイザーインサイトとやらの目的は我々を殺すことです。正確に言えば我らを殺して魂を抜きそれを喰らうことのようですが。そうよ。どうも自分たちを蒔絵にしてクリスに恨みのあるカオンの連中などを引き連れてきたようだけど、私としてはありがたいだけだわ。質も量も一級品のいい生贄を集めてくれたんだから。あん？なんだてめえは。わけわかんねえことばっかり言ってんじゃねえぞ。ちょっとカッカしすぎにゃ、まこと。今は何より町の人たちを避難させることと暴れる魔物をやっつけるのが最優先にゃ。個人的な恨みつらみはその後に晴らすにゃ。さすがともね、意外と大人。実際喧嘩してる場合じゃないよ。まずは町とみんなの平和を守らなくちゃ。日和の言う通りだと思うよ。いまいち状況がわからないけど、立ち位置から推測してその宙に浮かんでいる謎の人物が魔物を操っているらしい。もしもそうならあの人物を倒せば一件落着だ。さすがレイさん、常に冷静で思慮深いのに、なぜか出てくる結論が割と極端。シンプルイズベストだよ、日和。賑やかになってきたわね。だから嫌いよ、あなたたちは。情緒ってものを知らないわね。人生の終わり、世界の終末よ。しんみりできないの？
まあそんなあなたたちに懐かしさも覚えるけど。どこかで会ったか、私たちは。ええ、あなたたちは覚えてないんでしょうけどね。なんだか運命を感じるわ。役者は揃った。ここを乗り越えれば私も先に進める気がする。始めましょうか、最終決戦を。急に魔物どもが暴れ始めやがった。脇が甘いぞ、小娘。誰が助けろって頼んだ。私らは敵だぞ。一旦休戦しないか。今までの無礼は許してやるから協力しよう。許すかどうか決めるのはこっちだ、畜生。でも今は魔物をぶちのめすのが先だな。ラジラジの旦那も突っ立ってねえで戦え。あなたに命令をされるとすごく違和感を覚えるのです。ともあれ、撤退は選択肢に入れず、全ての力を暴力に転換します。なぜでしょう。とても心地よい。記憶を失う前の私は下劣な暴力を愛好する人格だったのでしょうか。関係ねえよ。記憶とか人格とか知るか。てめえはてめえだよ。ダッチは守るぜ俺は。とりゃあ、おお、いいことを言ったね、そこのでかい人。私もね、多分あなたと同じ、大事にしてるものを守るために戦ってるんだ。それそれそれ。おお、あんまり突っ走んな。深入りすると取り囲まれんぞ。仕方ねえ、俺が守ってやるよ。一緒に戦うならダチだもんな。あたしと友達になりたいの。いいよいいよ、じゃあ友達になろう。でもいいの、騎士君に強化してもらわなくても。ほら、あそこにいるから頼んであげるよ。そうですよ、遠慮しないで大根さん。大根じゃねえよ。てめえには俺が野菜とかの食い物に見えんのか。大根さん、右側の敵をよろしく。私は左側を叩くから。てめえもいい加減俺の名前を覚えろ。え、いい加減って、あれ、私たちって初対面だよね。お、悪い、変なこと言った。忘れろ、戦闘に集中しやがれ。いやいや、忘れないよ。一度結んだ絆はなるべく忘れたくないよね。そうだね。彼のように予期せず記憶喪失になってしまう場合もあるけど、そうでないならば共に築いた思い出は決して失われてほしくない。心と心のつながりを手放したくはない。今の発言に同意しましょう。それがあなたたちの強さ。かつて絶対的な力の差があったはずの私たちを打ち破れた理由でしょう。あ、びっくりした。君、今どこから出てきたんだ。私はいつでもどこにでもいますよ。そしてあなたたちのことを観察しています。私はネネカ。今はあなたたちと肩を並べて戦いましょう。ネネカ様のお望みのままに、このマサキも粉骨砕身しますぞ。当然でしょう。
私は本調子ではありません。あなたの助けが必要です。存分に暴れなさい、私のプリンセスナイト。おお、力が溢れてくる。これで私も存分に能力が使える。ああ、メネカ様から愛が注がれている。気色の悪い表現をしないでください。よくわからないけど、助太刀に感謝する。視界を埋め尽くすほど大量の魔物が相手だ。戦力は多い方がいい。ユイ、いつものように援護して。君が見守っていてくれるなら、私たちはどんな敵にも負けない。うん、姉ちゃん、怪我をした人がいたら言って、私が治療するから。なんか久しぶりです、ユイちゃん。私の仲間の一人が目を覚まさないんですけど、回復魔法とかでどうにかできませんか？え？ああ、ペコリーヌさんでしたか。その節は魔物から助けてくれてありがとうございました。恩返しのために、状況がよくわからないけど、今回は私があなたを助けますね。目を覚まさない人ってどなたです？私の魔法でどうにかできるかもしれないから、まずは献身させてください。はい、あの子です。コッコロちゃんが頑張って背負ってるあの子。うわ、またこの人。なんかいつも気絶してますね。ゆいちゃん的にはそんな印象でしょうね。この子はキャルちゃんって言って、私の大事なお友達です。もうずいぶん大昔みたいに感じますけど、あれから初めて出会った頃から毎日のように同じ食卓を囲んで仲良くなれたんです。そうですか。じゃあ絶対助けたいですね。軽く見た感じ、単に熟睡してるだけみたいだから、多分なんとかなります。魔物が使う眠りの呪文の打ち消し方は知ってるので、それを応用すればなんとか。起きた。ありがとうございます、ゆいちゃん、すごいですね。私はいつも仲間と一緒に謎めいたダンジョンとかを冒険してるから、何があっても大丈夫なようにいろんな魔法を勉強して覚えてるんです。あれ私キャルちゃん、わあ、力いっぱい抱きついてくんな。折れる折れる、骨が折れる。やめてよね、ペコリーヌ。もうあんたバカ力なんだから。ごめんなさい、キャルちゃん。キュンキュン。どういう顔をしたらいいかわからないけど、ペコリーヌ、コロスケ、あんたも本当にごめんね。ありがとうね。こういう時はただいまというのが適切な気がいたしますよ、キャル様。うん、そうね、ただいま。よかった、魔法で無理に目覚めさせたからちょっと心配だったけど、意識は安定してる。本当に単に寝てただけみたい。なんかこっちまで嬉しくなっちゃう。岸君たち、夢中でキャルさんって人に抱きついてるな。邪魔をしたら申し訳ないし、ちょっと離れていよう。そもそも戦ってる真っ最中だし、気を抜いちゃダメだよね。うわっ、うわっ、
大丈夫ですか？ものすごい勢いで吹っ飛んできましたね。あの魔物なんてバカ力だ。私体重が軽いからパワーで押されるとちょっと不利なんだよな。って、うわ、草のゆい。うん、大丈夫？怪我してない？手当てする？あのね、あなたが誰で私の何を知ってるのかはわからない。どうして私をそんな怖い目で見るのかも。ごめんなさい、わからないの。でもわかりたいと思う。好意でも悪意でもどんな気持ちでも見ないふりしちゃダメだと思うから。人に気持ちを伝えるなんて難しいよね。私もずっと言えずにいる気持ちを抱えてる。だからこそぶつけられた気持ちをちゃんと受け止めたい、そう思うの。だから全部終わったらちゃんと話そう。私逃げないから、あなたの気持ちを受け止めるから。だからお願い、今は私に攻撃してきたりしないでね。私の大事な人たちが平和をみんなを守るために戦ってる。私も一緒に戦いたいし、できればあなたにも手伝ってほしい。言葉が通じるのに傷つけ合うことしかできないのは悲しいよ。甘っちょろいのかもしれないし、わがままかもしれないけど、できれば話し合いたいな。そんなお前だから、お前のせいで。ううん、なんでもない。お前の気持ちは分かった。確かに今はお前にひどいことを言ったりして傷つけてる場合じゃない。一緒に戦おう、ユイ。私はノイム。お前たちが忘れちゃった物語で、ずっとお前たちの敵だったけど最後には友達になれた。だったら今この瞬間だけかもしれないけど、もう一度だけでも友達になれる、一緒に戦えると思う。うん、私も同じような気持ち。ノエムちゃん、ずっと倒れたままだけど、どこか痛めちゃった？立てる？手引いてあげるね。よいっす。ん、ありがとう。手、あったかい。ユイらしいな。何の裏もなく親切にしてくれてる。本当に優しい、いい子なんだ。どうしたの？暗い顔してるけど、どこか痛い？治療する？大丈夫だから、あんまり優しくすんな。複雑な気分になる。危ない！うわぁ！まずいな、じりじり押され始めてる。魔物がどんどん包囲を狭めてる。気合を入れろ。油断してると死んじゃうからな。この辺は魔物が暴れ回ってるから、比較的安全そうなところまで後退するぞ。引きずってってやるから、繋いだ手は離すなよ、ユイ。うん、ありがとうノエムちゃん。なんだか嬉しいな、こうやって手をつなげるの。すごくなんでもないことなのに、奇跡みたいに思えるよ。いつか世界中の人たちとこうやって手と手をつないで仲良く笑い合えたらいいな。それが私の願い。
友人として最後の忠告です、マナ。セブンクラウンズである私たちならこんな方法でなくとも世界を変えられるのではありませんか。次回プリンセスコネクトリダイブ第14章、狂滅のカイザーインサイト。もう一度君とつながる物語。どれだけ時を経てもあなたの世界には。はい、キャル様、お水をどうぞ。私が煎じた薬草も入れておきましたので、飲めば元気が出ると思います。お、ありがとう、コロスケ。うん、それを飲んだら一旦退避しましょうか。私がお導きします。すさまじい乱戦状態です。この場に留まるだけで危険でしょう。どこか比較的安全そうな位置に引っ込んでおくべきだと思います。ううん、私も戦う。いつまでもお荷物じゃいられないわ。あんたが海外しく介護してくれたおかげかしら。私なぜか元気いっぱいだし、むしろ体の奥から魔力が溢れてきて爆発しちゃいそうなぐらいよ。ふむ、あまりご無理はなさらないでくださいね、キャル様。今の今まで死にかけていたわけですし。大丈夫だってば、無茶はしないわ。でもあんたたちのために何かがしたいの。コロスケ大丈夫だってば、本当に。ほら、私こんなに元気いえ、すみません、暗い顔をしてしまって。けれど私不甲斐ないのです。皆様を強化している主様や最前線で戦っているペコリーヌ様たちと違って、私はあまりお役に立てていない気がして。ああ、私に何もかもを一発で解決するような力があればよかったのに。セブンクラウンズのような神様のような力があればよかったのに。私に与えられたのはこの局面では有効に用いられない些細な能力だけ。よくわかんないけど、いいのよ、別に神様みたいな力がなくたって。こんな状況でも誰かに寄り添って優しくできるあんたがいてくれてよかったわありがとうございます、キャル様。やはりお優しい方です。私を慰めてくださるのですね単に珍しく本音で喋ってあげてるだけよ。おーい、美食でのやつら、ずいぶん探したわよ。魔力をたどって街中飛び回ったわ。あんたたち急に瞬間移動とかしないでくれる？あんた、うちのギルドハウスに住み着いてる変な妖精、ネビアだっけ。そうよ、私は偉大なるガイド妖精のネビア様よ。あがめなさい。それよりも伝えたいことがあるのよ。ちょっと話せる？いいけど、あんたさっさと避難しなさいよ。町中で魔物が暴れ回ってるのよ。巻き込まれたらあんたなんかプチッと潰されちゃうんだからね。わかってるわよ、こっちの世界から夢の世界に避難してたんだけど。フィオ、アメスに頼まれ事をされちゃってね。あいつは普段夢を通してあんたたちに助言をしてるんだけど、夢だから基本的に目覚めたら全部忘れちゃうでしょ。でも今回は絶対に忘れちゃいけない大事なことを伝えたいらしいから。アメス本人は迂闊に動くとぶっ壊れそうな状態だし、私も本当ならギルドハウスの外に出ると消えちゃうとこだったけど、アキラからプログラムが送られてきたの。世界に周囲の空間情報を誤認識させるって、わかんないわよね。とにかく私がちょっとの間なら外に出ても消えなくなったから、
代理で伝言しに来てやったってわけよ。感謝してよね。こんなサービスめったにしないんだから。ふむ、それはまあ、ご足労ありがとうございました。それでネビア様、アメス様からの伝言とは？うん、ちゃんと説明してあげる。その前に、あいつはいる？はい、主様は最前線にいる皆様をやや後方から援護しておられます。ほら、あそこに。おや？やば！ピコリーヌのアホが敵を俯瞰をしようとしてる！それにあいつまで一緒に突撃しようとしてるじゃない！呼び戻して早く！あいつが作戦の要なのよ。ふむ、作戦とは？それを伝えに来たのよ。コッコロはあいつを急いで連れ戻しなさい。ギャルは通信魔法を使ってカルミナに連絡を取って。はあ、偉そうに命令しないでよ。カルミナって確か有名なアイドルだっけ。あいつらが何だって言うの？うん、カルミナは高性能な飛空艇で大陸を巡るツアーをしてたでしょ。それを利用させてもらうの。カルミナは避難してる最中だろうけど、通信魔法で連絡を取って戻ってきてもらうわ。詳しいことはあいつが戻ってきたら説明するけど、あっちにいるセブンクラウンズ、モサクジアキラとかが考案した作戦だし、成功する目算が高いわ。でも私暴走して魔力を使い切っちゃったから、申し訳ないけど通信魔法を使うほどの余力はないかも。大丈夫よ。あんたは覚えてないかもだけど、あんたは夢の中でモサクジアキラから大量の魔力を受け取ってるはず。そう聞いてるわ。アキラのことだからうっかり伝え忘れてる可能性もあるけど、ギャル、あんたは戦うための力を託されたの。あいつの能力を強化するための鍵と一緒にね。鍵？そんなもの手元にないけど。比喩表現よ。鍵はあんたの魔力の中に収められてる。とある手順を踏めば、それはあいつに受け渡されるはずよ。手順って？なんか嫌な予感がする。それはね、ゴニョゴニョ。はぁ、嘘でしょ？本当に嫌よ。なんで私があいつとそんなことを。いいからごちゃごちゃ言わずに指示に従いなさい。世界の命運がかかってるのよ。恥ずかしがってる場合じゃないでしょ。でも、そんなのまだ心の準備が。ネビア様、ご指示に従い主様をお連れいたしました。うん、ありがとう。さすがはフィオのお気に入りね、お利口さん。さあ、もっと具体的に説明するわよ。一度しか言わないから集中して聞きなさい。私もさっさと伝言を終えて避難したいんだから。今度こそハッピーエンドにたどり着くために視力を振り絞って努力しなさい。私も応援ぐらいはしてあげるから。